公開士である私はすごいよこの私はかつては様々な仲間たちと奮戦し、かの対戦を無事戦い抜いたい、旧艦隊の時はただのアクシデントだよ母校への入校を確認リトル公開士ニコロスダレッコー指揮官に敬礼一緒に道なる海へアンディアーモンお 指揮官戻ってきたね今日も公開計画を見てみよう早くーこのコールは補給を考えてないからダメじゃあこっちはこっちも海流のことを考えてないからダメもう、指揮官って細かすぎー指揮官、余ったカイズとかないお、別に変なことはしないよ 航路をどうしようかなーって、ちょっと線を引いてみたいだけ。指揮官の勲章コレクションを見せてもらっていいああ、ちょっと気になってるだけだって。海はこんなに広いのに、どうしてみんないつも決まった航路を行きたがるんだろう。この仕事を終わらせたら、航路の下見をさせてくれるのよし でも育ってるところもあるよでへん指揮官任務を早く完成するようにでないと、出向の準備ができないよ任務完了指揮官、出向の準備はお,おい出向の準備をさせてくれるって言ったじゃありませんか新しいメールもしや、 新航路開通の知らせなのでは次の航海の目的地はどこがいいだろう委託が完了した次は別の航路でも行ってみてはどうかなはるか遠い彼方へ誰っかッ船長の出航よ邪魔する敵はいなくなったし、安心して探検できるね あれ間違った場所にやってきた風向きよーし打てーいった指揮官を置いて出航するよ指揮官、今日はいい出航日和ねまずはこの航路で、こうおお指揮官、海えずに未探索のエリアあり もしかしたら、誰も行ったことのない未知の海が <laughs> 次の航海はここにしよう普段から指揮官の手伝いをすれば、一緒に出航を考えてくれるってわ <laughs> かったやるよ指揮官、これはつまり、デートということだよね なくてルートは経験豊富な航海士である私に任せてそれとも…おやっぱり指揮官が決めたいのうーん…じゃあ任せた二人の心をつなげるってことは、コンパスとか偽装とか使わなくても航海中にいつでも指揮官の居場所がわかるってこと <laughs> わあびっくりしたわ未知への探検へアンディー